イベントへの参加、夏の野球応援を3つの柱として活動しています。春から夏にかけては吹奏楽コンクールに向けて、夏から冬にかけてはマーチングの大会に向けて練習に励んでいます。次にお届けする曲はキラリスタークインクルプリキュアです。アニメプリキュアシリーズ第16作目のオープニングテーマです。毎週日曜日を楽しみに待っている子も多いのではないでしょうか。地球を飛び出し、広大な宇宙を舞台に繰り広げるプリキュアの冒険と同様、カラフルでワクワク心躍るナンバーをお聴きください。先生に交代します。
皆さん改めましてこんにちは。県立岐阜商業水道学部で、本日ですね、気象年ということで多くのお客様にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日もですね、あちらの、ミスタードーナツの方でですね、ロブ部がですね、商品いろいろ売っておりますので、もしよろしければこちらの演奏を最後までお聞きいただきまして、その後にお買い求めいただけると思います。で今日ですね、今からちょっと楽器紹介を少しさせていただけたらと思います。本日は3つのパートをちょっと楽器紹介という形で、紹介させていただけたらと思います。まずはですね、サックスです。こちら、金属でできてはいるんですが、木管楽器になっております。木管楽器なんですが、本来クラリネットとかですね、木でできているような楽器とですね、同じ箇所がありまして、こちらのですね、吹くところがですね、リードと言われる、木のアイスクリームのですね、板みたいなものをですね、挟んで振動させております。でその振動させて、音を塞いだり開いたりすることによっていろいろな音階を作ってやっております。もともとですね、金管楽器と木管楽器をもう中間的な位置に位置づけるような楽器はできないかということで考えられて、金属の楽器、口元は木管ということで真ん中を取っているような楽器だと言われております。なのでですね、すごい多様性に富んでいる楽器でして、本日お持ちしているのがですね、まず前からですね、皆様から見て左側にありますがアルトサックス、そして次がテナーサックスで、奥にありますでかいのがバリトンサックス、ちょっと今ここの前にはないんですが、後ろですね、こちらソプラノサックスっていう形になっています。管が短い方が高い音が鳴っていって、だんだん長ければ長いほど低い音が鳴っていくというような楽器になっております。それではですね、サックスの演奏、をお聴きください。どうぞ。はい。
このように自分でうーんということで、こう高さを変えるということなので、何か息を吹いて塞いだから音が鳴るのではなく、自分でその高さに調節していくというのが金管楽器の少し特徴かなと思います。その中でですね、さらにこのピストンと言われるものでですね、管の長さを息を通る道をここまで、2番ピストンを押すとここまで、3番ピストンをここまでという長さを変えて音程を変えている楽器がトランペットとなります。ではですね、トランペットの演奏をお聴きください。どうぞ。
ございます。本日ですね、サックスパート、そしてトランペットパート、そして打楽器パートということでいろいろ楽曲紹介させていただきました。またですね、次回の時もバーサの時に、武器商店の際にもですね、他のパートをいろいろ紹介させていただけたらと思います。ではですね、ここからですね、また全員で演奏してまいりますので、どこか気になる楽器がありましたらぜひ注目していただきまして、お楽しみください。ありがとうございました。次にお届けする曲は支流戦隊リューソージャーです。子供たちに大人気のスーパー戦隊シリーズ第43作目のオープニングテーマです。恐竜の圧倒的パワーと騎士の正義の魂を持つヒーローが大活躍します。疾走感あふれるかっこいいサウンドをお楽しみください。Thank you.
サートが行われます。吹奏楽の演奏だけでなく、今年初演となるステージドリルショー、シスターアクトなど会場が一体となって楽しめる内容となっています。本日チラシを準備したので、もしよろしければお持ち帰りください。またチケットはアース21のインフォメーション、省エイ動画基本店、チケットピア、セブンイレブン各店舗で販売しています。ぜひお越しください。さて、次の曲が最後となってしまいました。皆さんお楽しみいただけたでしょうか。ラストを飾る曲は宝島です。吹奏楽の華やかなサウンドに注目してお聴きください。皆さん、手拍子で盛り上がりましょう。